ヨハン・フォン・ルクセンブルクは、ルクセンブルク家のボヘミア王及び、ルクセンブルク博。父は、ローマ皇帝ハイン・リヒ七世、母は、ブラバント皇、ジャン一世の娘マルガレータ。息子に、皇帝カール四世がいる。父と、息子は皇帝に即位したものの、自身は定位を得ることはなかった。後に病によって失明したため、ヨハン・モウモク王と呼ばれる。フランス語名で、 ジャンドリック・サンブールと呼ばれることもある。チェコ語名はヤンであるが、日本語文献で用いられることは稀である。パリで育つ。1310年、ボヘミア王バーツラフ3世の妹エリシュカとプラハで結婚し、エリシュカの姉、アンナの夫であるケルンテンコハインリヒ6世に代わって、ボヘミア王に選ばれた。1313 13年に父である皇帝ハインリヒ7世が死亡し、 次期皇帝の最有力候補者となったが、ルクセンブルク家の兄弟化を心よく思わない、選定校は、ビッテルスバッフ派家のバイエルン校ルートビヒ4世を新皇帝に即位させた。しかし、ハプスブルク家からも、フリードリヒ3世が選出され、二重選挙となった。フリードリヒを支持したのは、ライン宮中白ルドルフ1世、ザクセンコールドルフ1世、 ケルン大司教ハインリヒ・ホン・フィルネブルフ、ケルン天皇ハインリヒ6世の4名、ルートビヒを支持したのは、マインツ大司教ペーター・フォン・アスペルト、トリーヤ大司教、バルディン・フォン・ルクセンブルク、ボヘミア・王権ルクセンブルク博・ヨハン、ブランデンブルク・ヘン教博・バルデマールの4名である。1322年、ルートビヒ四世とフリードリヒ三世の間で、行われたミュルドルフの戦いでは、 ヨハンはルートビヒ4世の側で参戦した。しかし1323年にはルートビヒ4世がブランデンブルカ辺境白衣をヨハンに与える約束を破ったことやハプスブルク家がハンガリーをカーロイローベルトと結ぶなどの影響からルートビヒ4世とヨハンの関係は対立へと変化した。ルートビヒ4世は対立を続けるが後にハプスブルク家のオーストリア公。 アルブレヒト二世らの仲介を受けて、一旦和解し、ヨハンは剣道従来を起して、勢力の拡大を図る。1327年に、シレジア諸侯を侵入させ、シレジアに勢力を伸ばした。ただし、シフィドニツァ・コーボールコ二世だけは侵入しておらず、ハンガリーやポーランドと同盟を結んで独立を維持した、ため、シレジアの完全な併合は1368年まで、かかることになる。 1330年から翌年にかけて二度イタリア遠征を行い、イタリアでの勢力確立を狙うが、この遠征は何の益ももたらさず、失敗に終わった。ヨハンは武勇に優れた名称ではあったが、たびたび財政悪化を招き、ボヘミアの首都プラハには税の徴収の時にしか戻らないとさえ言われた。このため、ヨハン不在の間に、チェコ人の大貴族たちの勢力が拡大した。 1315年と1317年には大貴族との対立が頂点に達し、ヨハンは和解のため情報を余儀なくされた。これを転機としてヨハンは対外政策に傾斜し、チェコの不在期間が増大し、1333年にはチェコ貴族たちから息子カールが招かれることになる。一方、対照的にルクセンブルク白領の発展には積極的で、 そのため今日でも、ヨハンのボヘミアでの評価は、かんばしくないが、対照的にルクセンブルクでの人気は、高いという。ルートビヒ四世が、ローマ教皇と対立して、波紋となると、再び皇帝打倒な兵を挙げた。ところがその頃から、ヨハンは、病の影響で視力が低下し、1340年には、完全に失明してしまい。 息子カールが政務を代行するような状態になった。盲目になったヨハンは、それでもヨーロッパ各地を転々とし、従者に命じて、自分の体と従者の体を紐で結びつけ、従者の先導で戦場を駆け巡ったと伝えられる。1346年、息子カールはルートビヒ4世の対立王に選出される。その直後、 娘ボンヌを嫁がせていたフランス王大,大使ジャンからイングランド軍との戦いで援助を求められ、ヨハンはカールら周囲の反対を押し切って出陣した。ヨハンはクレシーの戦いでイングランド王エドワード三世の軍勢を相手に奮戦したが壮絶な戦死を遂げた。失明しながらもなお死に場所を戦場に求めたその騎士としての生き様は敵味方問わず大きな称賛を受けたという。 翌1347年、ルートビヒ4世が死去し、息子カール4世は、晴れて、単独のローマ王になった。1310年に、ボヘミア王及び、ポーランドオバーツラフ2世の娘エリシュカと結婚し、4男3女を設けた。1334年に、ブルボンコール1世の娘ベアトリスと再婚し、一男1女を設けた。ありがとうございます。